皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もeフットボール2013情報を紹介していきます。はい、ということで今回週刊 FP のレビューの紹介いってみましょう。サララインブレーカー、今回ワンタッチパス付きですね。熱い。さらには、三笘選手来ましたね。そしてピケ、マガリアインス、センターバックも豪華と。星さんは相変わらずいて、今週もゴールキーパーは星さんです。はい、イングランド結構熱いんじゃないでしょうか。まずはイングランドを落としてみましょう。無料1回分などね、皆さん引くと思うんですけど、1回目で出た選手をぜひコメントで書いてください。また集計して、結果報告の動画撮りたいのでぜひご協力お願いいたします。ということで早速いきましょう。はい、まずは大注目サラーから紹介していきましょう。トップ強化、得点も取りましたので決定力など上がっています。90超えの項目がね、いくつか出てくると非常にいいですね。ワンタッチパスが追加のシザーズがなくなったという形です。前回と同じくインサイドレシーバーからラインブレーカーと、あとは CF の本適性が、新たについたという形も言うことございませんね。スピード瞬発も90超えつつ、これでラインブレーカー、ぐい能力してんな。足元なんかもしっかりとしたもの持ってて、パスも安定しつつ、得点力も自分だし、本当裏抜けに秀でた、ラインブレーカー完成してしまったんじゃないでしょうか。前回当てられなかったっていう方はゼガヒでも当てたいところ。はい、一番気になるということで、前回のラインブレーカーがサラと、どんだけ違うのか、ここだけ見ておこうと思います。トップ強化の差がね、出ているんですけど、今回決定力と瞬発が90に乗りました。前回90に乗っていたところが、まあ、下がったという形で、そのまま90キープなので、どっちかというと今回の方がいいんじゃないかなって感じはします。スキルは、ワンパがチェイシングに、あとマリシアとシザーズの方が、少し変わる形です。好みだとは思いますけど、個人的に能力どっちか選ぶなら今回選びたいなっていう形です。はい、続いてコスティッチ、こちらアシストが2つありましたので、パス系は両方上がっているという形です。左利きのクロサーという珍しいプレイスタイルを持っているので、まずはそこが特徴ですし、今回カーブが90に乗りましたので、ピンポイントクロスと合わせて、しっかりと質の高いボール、カーブをかけたクロスなんかを供給できるのがこの選手の魅力です。特に攻撃面、かなりスキルが充実してて、シュートパス非常にいいもの持っているので、しっかりとガンガン上げるサイドハーフやウィングでの起用はありなんじゃないかなというところ。ちょっとボールキープだったりボールコントロールだったり、サイドの選手としてはちょっと低めなのは気になるんですけど、まあ、クロスを上げるという方は、かなりハマる選手だと思いますし、なおかつチェイシングだったり守備系能力だったり、比較的高いものを持っているので、守備の貢献度も高いし、あと空中戦の部分も身長は高いのでね、かなり生きるような、そういう選手なのかなって思います。指名契約権のコスティッチよりもしっかりと、まあ、全体的には強くなりましたかね。はい、続いてエルマス、今回2列目からインサイドレシーバー、さらに左ウィング適正ということになりました。2列目欲しかったかな、残しといて欲しかった感ありますけど、まあ悪くはないでしょう。無印で、中盤とかでは使えると。ダブルタッチエラシコは足裏コントロールの特殊ダブルタッチに、コントロールループやワンタッチパスなど随所にいいスキルは揃っているという印象。足元パスに関しては80を超えるような能力、スピード瞬発もしっかりとした能力、スタミナなんかもあって、まあ、守備能力も比較的あるので、まあ、無印 CMF とか、そんな感じで守備にも貢献して前にも出ていってくれる。さらには特殊ダブルタッチで相手かわせて、はたけるとかそういう感じで使われるっていう方は CMF の方がいいんじゃないかなって感じしました。サイドとかだとスピードもちょっとあった方が、バリバリ生きてくるのかなっていう感じで、無印 CMF、OMF このあたりいいんじゃないかなって思いました。はい、続いて三笘選手いきましょう。今回ヘッダーとワンタッチパス追加のエラシコだけなくなってますね。インサイドレシーバーからチャンスメーカーへの変更が入っています。ドリブル面もしっかりと強化されました。もちろんトップ強化ヘディングも入っててヘッダー付きにもなりました。スピード瞬発、足元系が80を超えてくる項目に、パス系能力も比較的高くて、TS100 補正とか入るとしっかりと80乗るようなイメージで使えます。波は普通なので A とか B の集が基本的にはなると思うんですけど、今回残念なのがエラシコなくなったので、特殊ダブルタッチではなくて普通のダブルタッチになってしまったんですよね。残念。シザーズとかなくしてくれても良かった感ありますけど、まあ仕方ないのかな。ワンタッチ系両方持っているサイドの選手って結構珍しいと思いますし、日本人補正抜きで、しっかりとスカットに入るチャンスはありそうですが、ライブアップデートは非常に大事になってくると思いますが、まあ今の活躍見てると、今朝の試合も見ましたが、ゴールも取ってましたし、A とか B つくっていうのは結構多いんじゃないかなって思います。はい、続いて2週連続の活躍、ボルフスブルグからアーノルト選手ですね。今回アンカーになり、無回転シュートが追加されています。ちょっとアンカーにしては能力が足りないかなっていうところなんで、まあ、DMF でアンカー、まあ、無理に発動させる必要なくて、CMF または OMF でも生きてくるような、しっかりと
攻撃に絡ませて、アンカー外してあげるのが一番いいのかなっていう感じです。中でもパス系の能力が比較的高く90近くにまとまってて、 TS 補正入ると90乗るようなイメージで使えるんで、やはり CMF とかで前線で活躍させてあげて、なおかつシュートスキルが豊富でキック力も91あるので、バンバン遠目からのシュートなんかも狙っていけるような、決定力も意外と高くて TS 役補正で80乗るようなイメージで使えるんで、かなりいいんじゃないかなっていう感じします。かつ守備能力アンカーにしては低いって言ったんですけど、まあ、前線に上げてあげる分には申し分ないし、むしろ高い方なので、前線で使ってあげて前線で刈り取るような、そのようなイメージで使うとこの選手はハマるんじゃないかなって感じです。はい、続いてセンターバックで2得点に絡んだダビド・ロペス選手、2つのスキル追加ありましたがちょっと厳しいです。適性が広いのが特徴ですかね。まあ DMF とかでも使えるっていうのは一つメリットかもしれないですけど、最後の FP チャンス来てくれました。さすがコナミのアドバイザー的な位置の選手。ディフェンスエーストップ強化になったんですけど、やはり目につくのはセンターバックとしてパス能力が秀でてる、めちゃくちゃに高いです。ただゲームとしてはあんまり嬉しくない。あとスタミナがちょっと気になるとか、いろいろとね、あるんですけど、しかも現役引退なのでこれから C 固定になっちゃうということなんで、最後の A の週なので、まあ、今週しっかりとバリバリ使ってあげましょう。アグレッシブネスがちょっと低いのが気になっちゃいますかね。もちろんハードプレスでもないので、ガツガツガンっていうのはちょっと下がるのかなっていう感じ、まあ、ただ身長を生かした足の長さを生かした刈り取り性能というのは、まあ、ファンダイクぐらい期待はできそうなんですけどね。ブロッカーがないので、その辺がちょっと気にはなります。過去ピケと比べるとこんな感じ、しっかりと強くはなってるのでこれは乗り換えでいいと思います。続いてマガレアンイス、しっかりとこちらもディフェンスセンスがトップ強化になりまして、ワンタッチシュートがつきましたね。決定力トップ強化なども入ってますが、もうちょっと守備能力にね、振ってくれると嬉しいところ。ただまあ足元の能力やスピード瞬発だったりフィジカルだったり守備能力も比較的高いですし、スタミナも80超えるなど安定した能力は持ってるので、まあ左利きのセンターバックあまりいい選手持ってないっていうことであれば、左利き重宝されるんじゃないかなとは思います。過去マガレアニスと比べるとほとんど能力が前回の週刊 FP と似たような感じになってます。前回ただブロッカー持ってたので前回からの乗り換えもいらないし、むしろパック2の方が強いんじゃないか説、基本的にはパック1からの乗り換えでいいのかなっていうのが、正直なとこです。はい、トルコリーゴから久々、今作としては初ですかね、ガラタサライからイカルディの登場です。トップ強化、得点取ってたので、その辺しっかりと強化されたみたいです。スキルの変更はなくボックスストライカーのまま、スピード瞬発が、まあ、やや低いではあるんですけど、まあ、ボックスストライカーとしては十分高い方か。それでも得点力周りに関しては言うことないですし、ボックスストライカーで空中戦の強さなど、その辺が武器になりそうです。スピード瞬発も先ほど言った通り比較的あって、あとはシュート系スキルが豊富なのでこの数値以上の得点力、この辺は期待できます。こちらも波が普通なので、しっかりとライブアップデートは乗ってきてほしいところです。はい、続いてルーク・デ・ヨングですね。現在はペースベイに所属しています。空中戦などの強みのある選手なんですけど、こちらも今回はボックスストライカーにこちらは変更が入ったスーパーサブになります。空中戦の部分はかなり強みを持っています。フィジカルなど今回トップ強化にもなってます。あとは得点力周りがしっかりと高いのが特徴です。まあ、ターゲットマンとボックスストライカー自分はあまり使われないのであれなんですが、この辺をうまく使えるとか、クロスを上げるとか、そういう方に向いた圧倒的な空中戦武器のストライカーになっています。その分スピード瞬発は控えめなので、快速ラインブレーカーと並べて2トップとか組ませると良さそうな選手です。はい、今週のゴールキーパーイタリアからラツィオ、グロベデル選手登場です。全体的にも GK 能力80前後にまとまってしまっちゃったのであれですし、あとスキルがないというね、びっくりしたんですが、スキルなんか惜しかったですね。あとコンディションの波も普通で、まあ、身長は190超えてますが、ちょっと厳しいのが、この選手の立ち位置になるかなってとこです。はい、というような、メンバーになっています。サラー、やっぱ圧倒的当たりですね。まあ、コスティッチ、エルマス、まあ、ミトマ選手、ピケとか、まあ、この辺りが当たりと言われるんじゃないでしょうか。イカルディとかも良かったですけどね。はい、今回も星3、星4はまあ微妙なとこですけど、ちょっと厳しい枠というところになりますので、ぜひ左側中心に当てていきましょう。ということで、こちらのチャンネル、イーフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。